ドンチャニュースということで、今回なんですけど、毎日コーディネート紹介71日目ということで、今日こんな感じの格好でございます。はい、めっちゃ良くない？今日はいはいはい、こんな感じで、まあパッと見ね、かなりシンプルなんですけど、全体的にね、洗練されたスタイリングが組めた気がするんですけど、とりあえずね、着てるアイテムの紹介からすると、まずこの黒のね、フルジップのパーカーなんですけど、これがマルジェラの2、3年ぐらい前に買ったアイテムです。これね、マジで調子いいんですよね。なんかシンプルなんですけど、デザイン性もね、一応エルボーパッチがレザーで切り替わってたり、あとはフードの形とかもちょっと変わってたり、あとはね、ジップもちょっとボリュームある感じのジップが使われてたり、全体的にちょっとだけね、あのデザイン性もあるっちゃあるんですけど、なんかね、めっちゃいいんですよね。これシンプルなんだけど、クソいいみたいな感じでね、よく着てるんですけど、まあマルジェラのアイテムです。で、このパンツなんですけど、これが大陸の 23SS のというか、まあ定番のボンテージのパンツです。まあこんな感じでね、巻きスカートが付けられてる、まあかなりパンキッシュなパンツかなと思うんですけど、これもね、めっちゃかっこよくないですか？この感じ、動くとね、ヒラヒラする感じとか、なんかあのパンツ自体のシルエットはね、結構細身なんですけど、このスカートが付いてることによってね、結構トップス選ばず何にでも合う感じ、なおかつ攻撃力というか、インパクトもあるしみたいな感じで、これもめちゃ気に入ってます。で、靴は最近毎日履いてるね、三原康弘の 23AW の今シーズンのアイテムです。で、アクセサリーなんですけど、ネックレスはこれはね、僕が最近作ったこのブレスレットを連結させたネックレスです。こんな感じでね、バイカラーになってます。で、指輪が、マルジェラと、この2つもね、僕が作ったやつです。ハート系のやつなんですけど、全体的にめっちゃ良くない？この感じ、まあ色がね、かなりシンプルめで抑えめなんで、靴とかがね、ちょっとワンポイント光る感じなのと、まあシンプルゆえにね、このアクセサリーのボリューム感がね、生きてくるかなみたいな感じで、パンキッシュなんだけど、ちょっとカジュアルさもありつつ、スタイリングが組めた気がします。ということでね、参考にしたい方いるかわかりませんけど、参考にしたい方は参考にしていただければなと思いますし、僕が作ったネックレスとか、リングとかはね、概要欄から買えるので、気になった方はチェックしていただければなと思います。はい、そんな感じでした。また。